皆さん、今日はツインレイへの愛情が急に冷める本当の意味についてお話しします。ツインレイとは、一つの魂を分かち合う特別な関係であり、その結びつきは非常に強固です。しかし、時には気持ちが冷め離れていくことがあるのも現実です。この動画では、ツインレイが愛情を失う理由、そのサイン、そして気持ちが離れた際の対処法について詳しく説明します。ツインレイの関係が冷めると、二人の関係が終了してしまう可能性もあるでしょう。しかし、気持ちが冷めたとしても縁を切ることは悲しいことです。ツインレイの女性が愛情を失うことに不安を感じている方々へ、この動画を通じてお力になれればと思います。ツインレイ関係における課題や苦悩は個別のものであり、理解と共感が必要です。どうか最後までお付き合いください。それでは本題に入りましょう。ツインレイが冷めてしまったら、二人の関係が終わるかもしれません。運命の相手と縁が切れてしまうことは避けたいですよね。まずはツインレイが冷める理由を紹介します。1、サイレント期間に入ったから。ツインレイの関係において、サイレント期間はよく知られた現象です。この期間は、ツインレイ同士が一時的に物理的感情的な距離を置く時期を指し、通常はランナーとチェイサーと呼ばれる役割が発生します。女性がチェイサーの役割を果たすことが多いです。サイレント期間に入ると、しばしばランナーの愛情が冷め、彼らは一時的な遠ざかりを始めます。チェイサーはこの状況に苦しむことがありますが、時間が経過すると彼らの気持ちも冷めていきます。サイレント期間は、依存や執着から解放され、自己成長の機会を提供することが多いのです。 2. ツインレイとしての役目を果たせたから。ツインレイの関係は、魂の成長と統合を促進するためのものであり、永遠に一緒にいる必要はありません。ツインレイ同士は、魂の統合と成長を達成するために多くの試練に立ち向かい、成長しようと努力します。この成長のプロセスが成功すると、ツインレイ同士は個別の魂の成長に専念するために、別々の人生を歩むことがあります。それでも彼らは魂的なつながりを持ち、再び出会うことを信じています。 3. ツインレイ男性をめんどくさいと思ったから。ツインレイ同士は深い魂のつながりを持つため、相手に対してめんどくさいと感じることがあるでしょう。この感情は、ツインレイをめんどくさいと捉えることがありますが、その背後には深い理由があります。ツインレイ女性がツインレイ男性との関係でめんどくさいと感じることは、自分が傷つきたくないという感情に起因します。ツインレイ関係は通常、深い感情的な傷つきを伴う場面も含みます。ツインレイ女性がツインレイ男性と付き合うと、自己認識や感情が深く浮き上がり、これまで経験したことのない恐怖や不安が表面化することがあります。このような感情に直面することは難しく、ツインレイが複雑で面倒くさいと感じることが生まれるのです。さらに、ツインレイ関係は、自己の価値観や信念に挑戦する試練を伴うことがあります。従来の価値観を変えるプロセスは容易ではなく、疲労が蓄積し、面倒くさいや鬱陶しいといった感情を引き起こすことがあります。 4. チェイサーとして追いかけることに疲れたから。ツインレイ関係では、魂の統合の前に、ランナーとチェイサーという役割が存在します。特に女性がチェイサーの場合、男性ランナーはしばしば最初に距離を置いていくことがあります。チェイサーの女性は、好きな男性に追いかけたくなる傾向があります。しかし、統合の前段階では、どれだけ追いかけても相手は振り向いてくれません。ランナーの性質が逃げることから来るものです。5. 束縛や嫉妬が激しくて女性が冷めるから。一部のツインレイ関係では、
男性の束縛や嫉妬が過剰になり、女性が感情的に冷めることがあります。ツインレイ同士は、もともと一つの魂を共有しているため、お互いの感情は密接に結びついています。したがって、普段は冷静な男性であっても、ツインレイとの関係において、感情が制御できなくなることがあります。男性が感情をコントロールできず、愛情を表現しすぎたり、過剰な束縛を試みたりすることがあります。ツインレイに対する過剰な愛情表現や、束縛は負担となり得ます。このような過剰なアプローチに対して女性はうんざりし、ツインレイから距離を置くことがあります。6. エゴや執着ではない本物の愛を理解し始めたから、ツインレイ関係は試練に満ちたもので、過去のエゴや執着から解放される過程が含まれます。最初は試練を通じて、ツインレイは強い嫉妬や執着を抱くことがあります。しかし、成長する過程で純粋で穏やかな愛情に気づくことがあり、それに伴い執着が解消されます。執着がなくなることで、女性が冷めたかのように感じるかもしれません。ツインレイ同士は時折お互いから遠ざかり、関係が冷めることがあります。具体的には、サイレント期間と呼ばれる期間があり、この期間中は、音信不通で会えない日々が続きます。この長い我慢の間に、お互いの感情が次第に冷めていくことがあります。また、ツインレイの関係には多くの試練が待ち受けており、これらの試練は精神的に疲労を引き起こすことがあります。この疲労やストレスから、お互いの関係に喧嘩が増えることもあるでしょう。こうした状況から、一時的にお互いの気持ちが冷め、別々のパートナーとの関係に進むことがあるかもしれません。離れることで気持ちを整理し、新たな視点や発見を得る機会となることもあるでしょう。ツインレイの関係は、魂の成長と統合を目指すための試練の一環として捉え、その過程を受け入れることが大切です。ツインレイ女性が冷めたら終わりなの？まずツインレイの関係では、男性がランナーとして、女性がチェイサーとしての役割を担うことが一般的ですが、逆のケースもあります。また、途中で二人の役割が入れ替わることもあるでしょう。例えば、女性がランナーとなり、冷めてしまった場合、サイレント期間が始まります。女性は一度決断すると、その決意が強固で、ツインレイ男性や試練に対する不満や疲労が積み重なり、離れることを決意すると、なかなか元の状態には戻らないかもしれません。ツインレイ関係に課せられる試練は、非常に厳しいものであり、すべてのツインレイがそれらを乗り越えるわけではありません。ツインレイ女性が試練から逃げ出し、ランナーとして男性からも離れることがあります。しかし、時間が経つにつれて、気持ちは変わり、数年後には元の状態に戻ってくることもあります。サイレント期間が始まると、ランナーである女性は男性から距離を置き始めます。この時、男性は焦らず、女性が距離を取ることを許容することが大切です。サイレント期間を経て、ツインレイ女性は自分自身を見つめ直し、やがて男性の元に戻るでしょう。サイレント期間に入って、ツインレイが距離を置いたとしても、その間に愛情が完全に冷めることはありません。むしろ、サイレント期間は、執着や依存心を手放す機会であり、以前とは異なる形で愛情を表現することができるようになります。したがって、冷めたように見えるのは、以前のような熱烈な執着がなくなった結果です。この期間中、お互いは心の奥底でつながっており、関係が進化することもあります。ツインレイ同士は、本来一つの魂であり、深い絆で結ばれています。したがって、一時的に感じる冷めたような状態でも、二人の絆は完全に切れることはありません。大切なのは、距離を置いている間に、無理に追いかけないことです。無理に追いかけることで、
本来は戻ってくるはずだったのが逆に遠ざかってしまうことがあります。ツインレイの絆と信念を持ちながら自分から戻ってくるのを待つことが大切です。ツインレイの気持ちが離れてしまった時の対処方法を紹介します。 1. 疑われるようなことをしない。ツインレイに疑われるような行動は避けましょう。ツインレイは通常嫉妬深い傾向があり、愛情が冷めつつある時に疑われるようなことをした場合、関係がさらに悪化します。ツインレイの嫉妬心が原因で別れたり距離を置かれたりする可能性があります。最悪の場合、関係が修復不可能になることも考えられます。ツインレイの気持ちが冷めていると感じるかもしれませんが、他の人と関係を持つことは避けましょう。 2. ツインレイを大切に思い続ける。ツインレイの気持ちが冷めていても大切に思い続けましょう。あなたの運命の相手であり、心の中でつながっています。関係が遠ざかっていても、ツインレイはあなたが彼女を大切に思っていることを感じます。相手を大切に思うことはお互いの魂の共鳴を強化します。ツインレイを応援することでさらに輝きを増すでしょう。ツインレイの気持ちが冷めている状態でも思いやりの気持ちを持ち続けることは試練の一部です。お相手は、あなたが辛い状況を乗り越えて思い続けてくれたことを理解します。将来再び出会った時、より強固な関係を築くことができるでしょう。 3. 運命を信じる。ツインレイの最終目的は魂の成長と統合です。ツインレイの気持ちが冷めて離れている間、ツインレイは自身の魂の成長に集中することが大切です。魂の成長は自身の過去の経験や自分のトラウマに向き合うことは容易ではありませんが、それを克服することで新たな魅力を発見し成長できます。自分が成長することはツインレイにも良い影響を及ぼします。結果が即座に現れないかもしれませんが、運命を信じ自身の使命に集中することがツインレイの愛を取り戻す一歩となります。 4. 気持ちが冷めることもあると割り切る。ツインレイの関係には感情の波があり、常に 100% で愛し合っているわけではありません。気持ちが冷めることもありますが、これは一時的なものであることを受け入れましょう。またツインレイの関係にはサイレント期間が含まれており、これは二人の魂の成長と統合に不可欠な時期です。サイレント期間が気持ちが冷める要因となることもあるかもしれませんが、この期間を超えて統合期に進むと、ツインレイ女性は安定した気持ちを取り戻すでしょう。穏やかで居心地の良い関係が築ける可能性もあるのです。ツインレイはもともと一つの魂です。気持ちが冷めても魂の成長後に再会して結ばれる可能性が高いです。ただしツインレイ女性は意志が固く、一度決めたことを曲げないこともあるでしょう。冷めたら最後戻ってこない可能性があることを心に留めておいてください。ツインレイ女性の愛を取り戻したいなら、見返りを求めない愛情を注ぐことが大切です。信じること、待つこと、そして相手を尊重することがツインレイの絆を強化する一歩となります。